はい、ということでゆる言語学ラジオ、はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日のテーマは何ですか？はい、今回はその多義語、多義語について、はいはい、ちょっと前にね、語源で、はい、タームっていうのは終わりだと、ありましたね、いう話をしたんですけど、うん、今回はその多義語の中でも後ろ省略パターン、はい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 、というジャンルをちょっと喋っていきたいなと。後ろ省略パターン、はい、ちょっとバカみたいなネーミングですけど、はい、後ろ省略パターン、はい、わかりました。はい、ちょっと堀本さんに質問です、はい、定期って言われたら何を浮かべますか？定期は定期なくしちゃったみたいな、電車乗る時のあれですよね。はい、うん、うん、月額とかで買って乗り放題になるあれですね。あれです、はい、それって定期券のことじゃないですか？ああ、本当だ。定期って呼んでるけど、定期っていうのは一定の期間っていう意味しかなくないですか？本当だ、ですよね、そうですね、はい、でも完全にあれが定期ですね。そうそうそう、もうてか、まあ、そうですね、定期って言われるともうみんなの頭の中には、うん、僕の頭の中にも定期券が浮かんでるわけで、これってあらゆる言語に起きてる後ろ省略パターンです。はいはいはい、券はいらないんですね、はい、もうね、はい、定期っていうので一定の期間っていうの と、その電車乗る時の定期券っていう意味を持つと、うん、外国人の人は多分ね、なんでこの2つの意味が一緒になってんのと確かに驚くわけですよね。これと同じことが、まあ、英語でも何個か起きている。携帯とかもそうですよね。ああ、そうですね、うん。持ち運ぶことっていう意味と、携帯電話って意味がありますとか言われたらもうね、うん、Why Japanese people ってなりますよね。厚切りジェイソンが出てきちゃうわけですね。そうです。なんでと。こういう話を英語でしていきたい。なるほど。はい。思います。面白そう。はい。じゃあ、ですね。まず最初に、どうしようかな。ミニットからいきましょうか。うん、はい、ミニット、これは、どういう意味かご存知です？ミスターミニットですか？MINUTE のはいはい、はい、ミニットです。ミニットはあれですかね、ちょっと謎のボケを入れてしまったフンとかですか？ミニットはそうですね、フンか、フンですね、はい、あと微小な、すげえちっちゃいって意味があるんです、はいはいはい、ミニットって。まあ、てか、マイニュートって言うんですけど。はい、マイニュートって言うんですけど。はい。これなんでこの2つ同じ意味なのっていうところを話していきたいと思います。うん、なるほど。はい。まずですね、ミニットの語源は何かが来てるかというとですね、うん、ミニです。ちっちゃい。ああ、はいはい。はい。なので、まあ、もともとね、そのマイニュートの意味を持ってたんですよ。うん、微小な、超ちっちゃいと。うん、で、かなり昔って、まあ、時間短縮の感覚緩かったんで、アワーでこと足りたんですよ。1時間の時間で。ほうほうほう。あ、しかなかったってことですか？そうです。アワー、最初にあったのはアワーなんですね。はいはいはい。で、だけど、ちょっと、アワーだけだと、待ち合わせとかうまくいかなくねみたいな。3時頃ってことですもんね。そう、もう。結構待ったけど、これまだでも0アワーだもんな、みたいな、はいはいはい。なるわけじゃないですか。なるね。というわけで、もっとちっちゃい概念考えなきゃと思って作ったのが、マイニュートです。なるほど。はい。だから、アワーに対して微小なものだったから、はい、フンのミニットはミニットになったわけですね。はい。うん、でも、アホだなって思いません？うん、だってこれ以上切れなくなっちゃうじゃん。本当だ。ね。ああ、もうだから、後先考えてないやつですよ。新幹線の名前みたいな、ね。そうそう、それそれそれ。マスターが同じこと言おうと思いました。光って言った瞬間にもうおしまいだよって。なんで3つ目で光つけたインフレがね。ひどいですね。すごい。ドラゴンボールぐらいインフレしちゃってますから。ひどいですね。そう、光より早いのは人の望みだってわけわからない。ヘリクスでつけてますからね、そうそうそう、途中。あと、小玉とかどうかなとか、速そうとか。全然遅いっていう。ひどいですね。そう。で、英語もね、フンでね、待ち合わせしても、うん、やっぱり、まあ、待ち合わせならいいかもしれないけどね、もっと細かい時に、うん、わ、これ言い方どうしようかなってなってできたのが、はい、秒は英語でセカンド、はい、というわけでセカンドが2番目のと秒の意味を持ってるのはセカンドマイニュートの略だったんですね。なるほど。はあ、まあ、細かいやつ2つ目ですね。そう、はあ、なるほど。アホの付け方、アホの付け方。あ、でも望みより全然いいですね。そうですね。細かいっていうのと第二細かいっていうので、そうですね、ちゃんと一応セカンド望みとはつけなかったところが ね、 そうですね、やっぱり偉い、うん、というわけでそのセカンドにね、秒と2番目のがあるのもこれで分かっていただけたと思います、うんうん、はい。あとこれ何の時に話したか忘れましたけど、キャピタルとかね、はいはい、同じような感じなんですよ。ありましたね、その話、はい、キャピタルっていうのはおさらいしておくと、頭、キャップを語源に持っていて、うん、頭のみたいな意味だったんですね、うん、まあ、帽子のキャップとか、うん、キャプテンとか、うん、あとね、こう頭っぽいのが岬ですね。比喩的に頭っぽい形してるようなものがケープ、はいはいはい、岬だったり、ということで、
頭のっていうところから、まあ、頭大事なんでね、うん、重要なっていう意味になっていたんですけど、うんうん、キャピタルって重要な以外に首都とそれから頭文字っていう意味があるんですけど、うん、これは要はキャピタルがキャピタルシティの略であり、うん、でキャピタルレター、レターっていうのは文字って意味ですね、うん、ここで言うとが、後ろが全部略されてそっちも、うん、キャピタルだけで頭文字も首都も表せになって重要なみたいな形容詞の意味にもなったわけです、はいはい、なるほど、はい、ここまで大丈夫そうですか？大丈夫です。ここでちょっと一つのことに気づきます、うん、それはキャップっていうのが頭って意味を持ってて頭文字と首都っていう、うん、日本語にも頭っていう表現が入ってる。うん、頭文字は分かりますけど、はい、首都は首ですよね。首都の首って首って意味なんですか？首都の首って首っていう感じ。首都の首って首だ。本当だ。本当だ。あ、本当だ。言われてみるとそうだ。ゴリゴリに入ってるんですよ。ゴリゴリに首でした。はい、本当だ。頭が。もうこれメッセージですよね。もう気づいてくれと。本当だ。で、こういう時に結構語源オタクって、うん、一人で小躍りするんですよ、やっぱり。はいはい。よしと。見つけた日本と英語の共通点見つけたっていう。よしと、はいはい。だけどこれはね、後から訳語を考えてて。うん、だから首都とか頭文字っていうのに頭が使われたのは、はいはい、英語のねその語源を知ってる人が訳したからだったんですね。ああそうなんだ、はいはいはい、だからちょっと残念、ちょっとがっかりですね。がっくり、なんか全然違うところで頭文字頭だなと思ったのとキャピタルレターだなって思ったのが別で発生してたらテンション上がるポイントですけど ね、うん、そうね。例えばそれで言うと夢とかね、はいはいはい、夢って将来の夢っていうのと寝てる時に見る夢の両方の意味を持ってて、うん、英語もそれをドリームと表現する時に、うん、よしとこうってなるわけですね。それは本当ですか？これも結局後から後から夢にこう足されてる、英語の方の概念が足されてる。そう、結構このがっくりパターンが多いっすね。がっくりパターン諦めちゃいけないんですけど、はいはいはい、そう結構ありますね、こういうの。なるほど、はい。あとはトレインとかもね、うん、同じような感じで後ろ省略パターンです。うーん、トレインってね、こうトレーニング訓練するっていうのと、はいはい、汽車っていう、あ、本当だ、言われてみる全然違う意味にくっついてるんですけど、トレインの語源はこう引っ張ったものみたいなイメージで、その引っ張ったものの後にできたのが、トラックだったり、へー、トラって入ってますもんね。そうですね、語源的にはそこのあたり一緒なんですけど、うん、だからそこから、引っ張ってこうなんだろうね、引っ張ってこうなんて言うんだろう、体を鍛えるみたいなところから訓練するみたいな意味はできていて昔のイメージのトレイン、すごいハードなトレーニングですよねそうそうそう、大変そうなんかちょっとスクワットとかじゃなくて、これがトレーニングですね。そう、引っ張るっていうところが、なるほど。でそこからその長く連なったものみたいな、引っ張り続けてこうね、長く連なったみたいな意味になって、アトレインオブワゴン、つまり長く連なった貨物みたいなところから、そのオブワゴンっていう大事な部分が消えて、その長く連なったものっていう意味だけだったのが、はい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 、電車、汽車になったと、はいはいはい、いうことみたいなんですね。なるほど。そっち切っちゃうみたいな。なんか携帯電話と同じパターンですよ、ね。そうそうそう。だからとか定期券とかとね、券が大事じゃないなみたいな。だけど頭の方切っちゃうっていう。へえ、はいはいはい。まあでもこれはね、ワゴンだけで切っちゃうと、うん、そのもの自体との区別がつかないんで、うん、しょうがないですよね。その携帯電話を電話って省略したら、その置き電話との区別がつかないわけで、携帯って言って初めてその他の電話との区別がつくんで、うんうん、まあ、しゃあないんですけど、うん、こうしてこの多義語がね、うん、できちゃう、ね。なるほど、なるほど。はい。他にも、例えばメイジャーとかね、先行科目と、うん、測る。測るはミージャーですね。スペル違うのか。そうですね、スペル違いますね。メイジャーって、主要なとか大多数の、マジョリティとかのね、はいはい、っていう意味もあるんですけど、その先行科目っていう意味もあって、はいはい、まあ、これはメイジャーサブジェクト、はいはいはい、つまり主要な科目から、先行科目っていう意味の、そのサブジェクトのね、後ろが消えちゃって、メイジャーだけで、先行科目みたいな意味を指すようになったみたいです。うんうん、あと、もう一個ね、ピアノとかも実はそうなんですよね。後ろめちゃくちゃ省略されてるんですよ。省略されてるんだ、あれ。はい、音楽の授業でピアノってどういう意味で習いました？ああ、弱くみたいな、はい、はいはい、だからね、あれね、その一部しか言えてないんですよ。ほう、はい、ピアノは実はその後ろ省略されてて、はいはい、正確には、ピアノエフォルテグラディペンチェンバロ、すげえっていう名前なんですね。チェンバロって入ってる、チェンバロ、だからピアノってチェンバロの一種で、ピアノもフォルテも出せるってことですよね。あ、なるほど。弱くも強くもこう出せるチェンバロだと。へえ。でもそこの頭の弱いだけをうわ、めちゃくちゃ弱いですか、ズバーと言って、はいはいはい、へえ、今に至ると。
じゃあ料理も運動も得意な山田くんのことを料理って呼んでるようなもんひどくないですか、その命名機能。そうなんですよ。しかもね、あのいいところが全部削ぎ落とされて、ただ弱いとしか言われてないですから、ね、そうですね、最悪だわ、悲しいですよね。へえ。そうみたいな、こう後ろ省略パターンね。あと逆に前省略パターンもあるんですけどね、うん、例えば Of course、 もちろんですって、うんうん、Of からいきなり始まる文章なんてちょっと前代未聞じゃないですか。これは、As a matter of course かな、へからの、頭の部分が消えて、はいはいはい、Of course になったとか言われてますね、はいはい、コースの中ってことですか、その中の問題。アザマタオフコースは、うん、なんか自然の成り行きのみたいな意味だったらしいです、もともとは。へぇ、まあ、そこからもちろんみたいな意味になったみたいですね。はいはい、なんで自然の成り行きのなんなんだろう。コースってね、確かに、なんだろう、あの、こういう、ね、こういうやつですよね。こういう。走る道みたいなことが。うん。そこのね、マターとかね、重要なものとかみたいな意味から、うんうん、とか問題みたいな意味から、どうしてそうなのか、ちょっと僕も、ごめんなさい、リサーチ不足であれですけど、はいはいはい、まあそういうようなね、パターンもあるみたいですね。なるほど。へー、だからこれから多義語に出会った時に一つ付き合い方として、もともとの形から省略されたんじゃないかって推測してみるのは、なるほど、あの結構いいアプローチなんじゃないかなと思いますね。でも絶対たどり着けないですけどね、さっきのトレインワゴンのやつとか、ね、はいはい、まあ、確かにね想像しろって言っても無理ですね。そうですね、引っ張ってるワゴンが連なってる様子を呼んでて、そこの前のところの連なってる部分だけが生かされたんだなとは、想像力がたどり着けない、ね、そうですね、確かにね、そうですね、まあ、調べればいいのか、うん、調べてもらえればっていう感じですね。だからあのちょっと前回までとのまとめでいくと、うん、一つはそもそも根本がの概念が、うん、はっきりあって、うん、そこからこう派生していったパターンですね、うんうん、でもう一個はその元々の意味はもちろん一緒なんだけど、そこの後ろに何か単語をつけたのの後ろの部分を切ったせいで、はいはいはい、あの見た目上全部一緒に見えちゃってるパターンもあるので、うんうん、まあ、これからちょっと多義語見つけた時にどっちかのアプローチをしてみると、あのその根本が見れるかもしれないですね。多義語のパターンがいろいろある、はい、例えばじゃあ最後に、はい、クローズ、こじるには親しいとか詳しいっていうのもありますけど、これどっちだと思います？うわー難しいな。でもも大きい意味があるんじゃないですか。あー、おっしゃる通りです。やっぱそう、これやっぱね、品詞一緒なんで全部、はいはいはい、だからあの同じような概念を作っあのからできたって考えた方が多分早い、うん、あの逆にね、キャピタルみたいなのって形容詞もあって名詞もあると、うん、ちょっと匂うぞと、うんうん、だってそれってもともと形容詞のものが名詞になるはずって基本的にはないから、はいはいはい、やっぱ後ろ省略されたものからって考えてくれた方がよくて、なるほど、クロスはだから要はこういうことです、はいはいはい、近づいていくみたいなイメージですね。なるほど、なるほど。だから人と人だったら親しいだし、うんうん、どうだったらこう閉じるだし、はいはいはい、物事人だったら詳しい、なるほど、みたいなイメージで、3つともまとめられるっていう感じですね。なるほど、はい、いいですね、同義語について。はい、はい、多義語ね。あ、多義語ね。同義語じゃねえ。多義語についてね、はい、いろいろ皆さん思いを馳せる機会になったんじゃないかなと思います。そうですね。はい。というわけで、じゃあ今回も終わりですかね。はい。じゃあ今回も終わりにしましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。